はい、皆さん、こんばんはち、まんてんさんです、えー。配信遅れて、えー、申し訳ございません。ということで、早速見ていきたいんですが、えー、今回475回、えー、アイセットでこういう結果になっております、えー。そうですね、今回アイセットということですけど、えー、そうですね、まあ、セットの傾向というか、まあ、今回はね、セットとの傾向と逆の出方みたいな感じで出てますね。えー、そうですね、アイセットはその、えー、特にね、7の列が、 他の列に比べて出やすすかったんですけど、今回もね7の列1つも出てないっていうのと、えー、桁数に関してもですね、えーまあ、30の桁が出やすいというかまあそうですねえっ、ー、とあって20の桁もね出にくいっていうのがあったんですけど今回20の桁が3つ出てるということがあって。 ありますとということで、はいえー、それ以外は、えー、そんなに得意的な出方してなかったと思うんですけど、えーね、今回ちょっと注目していただきたいのは、えー、そうですね、えー、前回もね申し上げました通り、えー、そうですねあのー、このねあの前回からの間隔のね10回以上、ね、開いてる番号にチェックしていただけたということで、えー、今回ね22が出てね えこれ解消されましたけど他にもね23201810っていうのでね、えー、間隔空いてる数字がありますまあこの辺ちょっとね注意していただきたいんですけどまあ18はそうですねちょっと今んところ一番、えー、間隔空いてるのが18番なんですけど18番は特にねその、えー、間隔がね長く空きやすいっていう、えー、傾向あるんであんまりちょっと出ないかもしれないですけどね、えー、この辺、えー、まあまあ 今回、えー、今回でね、35番も、えー、10回空いちゃったんでね、この辺もちょっとね、注意して見ていただきたいと思います。うん、ということで、来週の予想ですけど、えー、そうですね、えー、この、えー、私の、えー、独自のアルゴリズムで出したこの予想がこれになります。えー、こちらの方がね、えー、全体の、えー、予想となっておりまして、こちら側が、 えっと、セットごとの予想となっております。ということで。えっ、ー、とね、またね、データ見られたい方はね、リンク貼っておきますので、そちらの方、えっ、ー、と、ご覧ください。ということで、えー、また来週、さようなら。